キッズゲームス。やっほー、チャンネル登録してね。いいねボタンもポチッと。姉さんさん、ドクターイエローにバナナのちょんまげつけたい。どうしたのいきなり。前に作ったドクターイエローをもっとかっこよくできないかなって思ってさ。いやいや、バナナのちょんまげつけてもかっこよくはならないよ。あ、そういえばつくもにこんなのもらってたんだ。ドクターイエローを大改造。この本を見れば僕たちでも簡単に作れちゃうよ。よし、超かっちょいいドクターイエローに改造するぞ。まずは別々に作って見せ合いっこしようよ。ナイスアイディア。それじゃあドクターイエローを改造していくぞ。どうやって改造しようかな。あ、バナナ。バナナには改造できないの？ない。どうしてないのさ。同じ黄色なのに。しょうがないな。バナナがないならこれにしよう。僕はこれかな。一回乗ってみたかったんだよね。まずは下の方からやっていくよ。黄色いブロックを使って長方形を作るよ。大きさはこれくらいかな。これを上に向かって少しずつ大きく作っていくのか。全部同じ大きさにならないように気をつけて作らなくちゃ。逆さまの階段出来上がり。まずは卵の形を作る。卵の形って難しくない？でもやってみたら意外とできるかも。コロコロ卵。こうだ。なんか変な形になったけどいいや。次は青いラインを真ん中に入れていくよ。ど真ん中より少しだけ上に入れるのがポイント。うんうん、いい感じにできてきた。今度は上の部分を作るよ。四角いお部屋を作りたいんだけど色はどうしようかな。やっぱり黄色か青だよね。決めた。青にする。青いお部屋をコンコンコーンと。外も見えるように窓もつけて、ドアの位置はここにしよう。次は右と左に、そして下にはこれを。煙突をつけるよ。ブロックを縦に積み上げて、よーし、できた。さらに一番下に焚き火を置いて、下からモクモクって煙が出てもっと煙突っぽくなるのか。やってみよう。焚き火はこれか。間違って上に乗っちゃうとダメージを受けるから気をつけなきゃ。ここまで作ったらほぼ完成だね。でもこの乗り物は地面の上じゃ走れないから、下に穴を開けて水を入れます。タンタン、クモリン、僕の完成したよ。わあ、ちょうどよかった。僕もさっき終わったばっかりなんだ。そっか、じゃあお互いが作ったものを見せ合おうよ。そうだね、まずは僕から。僕は船に改造したよ。ドクターイエローが水の上を走ってる。すごいすごい。船に乗ってぷかぷか海の旅。楽しそう。クモリンは何に改造したの？僕はこれ。じゃじゃーん、ロケットだよ。おー、こっちのドクターイエローはお空を飛べちゃうんだね。そうそう、見てて。3、2、1、ロケット発射。え？いやー！何やってるのクモリン。 TNT でお空へ飛ばそうと思って。 TNT でお空は飛べないよ。僕のロケットが。もう TNT は気をつけて使わないと。なんて。それならさ、二人でロケット作り直そうよ。え、いいの？僕たち二人で作ればもっとかっこいいロケットが作れるかも。確かに確かに。やってみよう。
卵の形はこうして全体を見ながら調整していこう。ここはもっとこうでこれくらいかな。うんうん、綺麗な形になってきた。こっちも整えて、やったやった、うまくできた。ふむふむ、横には羽をつけるのか。羽は三角の形、三角三角、コンコンコン、できた。いいじゃんいいじゃん。青い色はどこに入れる？上と下両方に入れたい。わかった。上にトントン、下にもトントン、できたできた。そしたら真ん中に窓をつけよう。ガラスブロックを置いてこう。いつもの透明な色じゃなくて水色のガラスブロックにしてみたよ。最後に一番下の部分、灰色のブロックを使ってエンジンをつけるよ。エンジンガッシャン。いいね、これで完成だよ。待って、サンサン、下から炎とか出せないの？なんかこうドーンって飛んでる感じにしたい。この本に載ってるかな。あ、あった。真似して作ってみようよ。うん、赤いブロックとオレンジのブロックで。マイクラならこんなにいろいろと改造できちゃうんだね。次は TNT でバナナを宇宙に飛ばしてみるか。だから飛ばないって言ったでしょうが。そうだ、僕